コリン・ニューマンは、イギリスのミュージシャン、レコードレーベルオーナー、ポストパンクバンドワイヤーのフロントマンとして知られる。1954年、ソールズベリーのユダヤ系イギリス人の家系に生まれる。バンド結成以前から60年代のポップや、モータウン、ガレージロックなど様々な音楽を好んだ。高校卒業後は、ワトフォード芸術大学に進学、画家であるピーター・シュミットの下で学んだ。 卒業後の21歳でロンドンに引っ越し、1976年にブルース・ギルバートと共にワイヤーを結成。バンドは当初パンクロックシーンの一派とみなされていたが、作品を重ねるごとに独創的なポストパンクバンドとして高く評価されるようになる。バンドは1980年に一時的に解散。ニューマンはソロアーティストのキャリアも開拓する。同年にベガーズ・バンケットから、 ソロデビューアルバム AZ をリリース。翌1981年に全編インストゥルメンタルで構成されたセカンドアルバムプロビジョナリーエンタイトルドザシンギングフィッシュを翌1982年にワイヤーのために書きためられた楽曲を再構築したサードアルバムノット2をそれぞれ 4AD からリリース。1984年に ワイヤーは活動再開するが、1986年に4枚目のアルバムコマーシャルスーサイドを、1988年には5枚目のアルバムイットシームズをリリースするなど、ワイヤーとソロ活動を並行させていく。1992年にワイヤーは2度目の解散をする。1997年に6枚目のソロアルバムバスタードを自身が設立したレーベルスイムからリリース。 このように、ワイヤーのメンバーや、ソロアーティストとして活動しながら、音楽プロデューサー、アレンジャー、ミキシングエンジニアとして、他のアーティストとのコラボレーション活動も行っている。ありがとうございます。